はい、佐藤あやみです。妹ちゃんです。さっさんではなく、はっさんです。はっさんやったっけ。何やったっけ。なんかなんて名前やった。はっちゃんみたいに言ってなかった。はっちゃん、まあ、いや、わからん。はっちゃん、はっちゃんです。よろしくお願いします。次女です。で、さっさんは三女なんですけど、妹の次女さん、はっさんです。はっちゃんです。お好きにどうぞ。はい、そんな感じでですね、今日は久しぶりの妹との動画なんですけど、妹は、愛車のシビックに乗ってて、EK3 のシビックに乗ってて、まあ、ゴリゴリにカスタムしてね、いかつい渋いシビックに乗っているんですけど、まあ、車好きの妹ちゃんがですね、なんとなんとなんと、ね、限定解除をするということでですね、今日試験だったんですよ。はい、午前中に試験に行ってって感じかな。で、私も限定解除したので、あれやけど、講習教習もう4時間受けないかんじゃんね。うん、4時間。そう、4時間受けないかんくて、で、この間2時間受けて、で、昨日もまた2時間受けて、4時間終わって、まあ、GO が出たので、今日、試験についに行ってきました。はい。どうでしたか？多分ギリギリ受かったって感じ。受かったって言うなってまだ。ダメや。もうこの流れさ、みんな受かったって絶対さ、この流れ分かった。サムネこれにしたらもう。サムネで2パターン考えとってね、うん、あの妹の、あのシビック愛車との写真と、あとこれを免許証をこうするっていうね、写真どっちも撮ったんやけど、はい、まあ皆さんお分かりの通り合格しました。おめでとう。いいよ、うん、いいよ、もういいよ。危ない危ない、これ免許証丸見え。はい、はい、来た。あ、はいはい、ほんで、あ、来た、あ、来た来た。はい、今日の日付と、普通車はオートマ限定に限るって書かれてない？私の免許証にもね、これがあるんですけど、同じものが。ここは変わらんやった？うん、そこ普通のままじゃない。あ、じゃあ違う、多分、うん、裏になんかそういう風に書かれて、うん、で、これからあのマニュアルどうぞみたいな感じの流れになるよね、うん、きっと。まあそんな感じで、無事に合格したということでですね。はい、あとはさっさんだけやね。うん、そうやね。ね、でも取る気なさそうやけど、うん、そう、なさそうと、取ってよって言おうし、まず免許を取る時のタイミングで、マニュアルで取りよってずっと言おったよね。うん、言おった ね、 ね。でもあなたにさ、オートマにした方がいいんじゃないって言われて、オートマ決意したくなの人。え、そうやったっけ。どうせつけないよ。どうせつけないよ。とか言って自分はオートマ限定解除しました。うん、自分もすると思わんやったっけ。そう、本当にそう、うん、なんかさ、最近急遽決まったよね。そう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 、そう、最近急遽決まって、で、そっからはマニュアル取ってって感じで、ちょっとマニュアルに乗る機会もあるっちゃろ、一時、うん、マニュアル車、うん、ね、一時マニュアル車に乗るっていう感じらしくて、まあマニュアルの免許が無事取れたということで、うちの BRZ にもね、乗ってもらいたいなと。難しい、あれは難しそう。いや、まあね、ちょっとね、いろんなマニュアル車乗ったんですけどね、乗ってきたけど、やっぱ BRZ は難しいなと思う。うん、どういうのが難しいと、どういう感じで、なんか半クラの感じが分かりにくい。なんかやっぱ乗れば乗るほど、もう今は分かるけど、うん、最初の方は半クラの感覚をつかむのが難しいのと、あとエンストしやすい気がする。なんか他の車やったら、このくらいじゃエンストせんやろって時にエンストしたりするかも。うーん、怖いね、それ。うん、ちょっとね、うん、乗り切らんかも。いや、意外と乗れるって。だけん容量が分かれば乗れるって。私もほら取り立てやったけん、最初の方は。だけんやっぱ難しいなって余計に思っとったけど、でもやっぱり他の車が運転しやすすぎるよ、多分。シビックのマニュアルもやし、うん、あと何、その Z とかはめっちゃ運転しやすくて、うん、そう。だけん、まあそれに比べたら運転しやすい件いいとかはないけど、別に、うん、逆に操る楽しさはあるかも。あ、ちょっと難しい、自分で動かしよるみたいな、うん、ゲーム感覚みたいな感じで楽しいかもね。何が試験難かった？全部うまくいった？普通に。いや、なんか、うん、その途中でギアをこう3に入れてしまって、あ、そのままずっと走行してで、40キロ出してくださいってとこで1にギア入れて激しいブーみたいな音がちょっとでかすぎる音がでかすぎるの注意やばいね、うん、そう、深すぎって、深すぎって言われた、うん、でも深さのさ、エンスト怖いやん、うん、そうそう、とにかくエンストが怖くて。でも一回エンストしたけど、あ、本当？でもすぐできた、うん、出発、うん、あ、じゃあいいね。なんかあれもさ、エンストしてもいいけど、うん、何秒以内に
復活できればいいみたいな感じじゃなかった？なんかそれもね言われてなくて。あ、そうなんや。なんかあやみから聞いた覚えがあったけど、ちょっとすぐもうつけて、うんうん、多分限定されたかわからんけど。あ、ほんと、うん、なんかねそうやって言われた。確かなんか演出としても全然何回しても大丈夫って。ただ、うん、その後にすぐもう走行できるような、なんかスムーズにちゃんと発信できれば大丈夫みたいな、うん、もうずっとなんかそれがうまくこうね、うん、発信できなくてパニックになってとかやったら多分ダメなんやと思う。パニックになるもんね。あれなるなる、最初マジなるよね、うん、てかマジね4時間ってなかなかよ。短い短いよね、うん、だけど本当に最初からマニュアルで撮っとけばよかったなって思うけん、うん、なんか車に興味あるけどでもマニュアルは乗らんやろうっていうような感じで、あの免許取るときにオートマ限定で取ろうかなって思っとしとるなら、マニュアルで取ってしまった方がいいと思う、うん、最初から取ったらいいね。最初から取った方がね、うん、いいと思う。やっぱオートマの運転が染みついとるけん、なんか、そうそう、それもある。そう、それもあるよね、うん、なんか癖ついとるっていうか、なんかそういうのもあるけん、やっぱ最初からマニュアルでやっといた方が絶対いいやろうなって思う、うん、ね、染みつくよね体に、うん、絶対染みついとるもんね。いやマジでよ。だけど本当にね結構苦労する、うん、限定解除組なので、うん、でも妹が限定解除ねしてくれると思わなくて、うん、嬉しい嬉しい。これからマニュアル車いっぱい乗れるね一緒に、うん、いやだけどまずは軽トラ、軽トラ軽トラと BRZ、うん、軽トラ乗りやすいらしい、ね、あ乗りやすいよめっちゃ、うん、まだ運転したことない。そうなん、うん、これからやね。これからたくさん練習して、うん、まずは普通に公道を走れるようにならなね。うん、怖い。本当に坂道とか来たらマジパニックになるよ。後ろに車おるだけでもうなんか足震えそう。わかる。もう左足マジプルプルプルってずっと震えるもん。震える。なんかさ、クラッチをさ、こうわかる、うん、話しとうときにさ、うん、こうなんていうと足上げとるやん。うん、その時にめっちゃプルプルプル。そうそう。クラッチから足が離せん、怖くて。わかるわかる。でもねクラッチもね、あんま踏んだりとかずっと離さんかったりとかするとクラッチに良くないんだって。あ、そうなん。そうだけどクラッチにも優しくするためにはちゃんとこう、うん、離したりとかちゃんと、ちゃんといたわらないからしよ。今はちょっと無理かも、うん、今は無理、うん、いいよ今は。今はまだいいよ。いやマジね、これからだけ坂道発進もやし、坂道が怖い、いろいろ練習せなね、うん、まあでも最近の車は下がらんし、なかなか後ろにそんなすぐは、うんうんうん、だけん何秒かは止まっとうけど、その何秒が難しいんよね。なんか短く感じる最初の方は、うん、でもなんか慣れてきた人ってさ、坂道発進でわざわざこうサイドブレーキ使わん人もおるやん。使わんやろ、うん、だけん最初だけよね多分そんな坂道発進とか、うん、最初からしてない。最初からいやサイドは使ってないな。なんか BRZ はそもそもあれがあるけん、うん、ほらその何秒止まりますって坂道になんかアシストがあるよ、うん、でも何秒止まるって言ったって本当にマジ 1,2 秒ぐらいしか止まらんのよ、うん、もう本当3秒ぐらい経ったら下がっていくっていう感じのイメージやけん、なんかあんま意味ないじゃんね、うん、確かに。でもなんかそれでサイドは使ったことないけど、うん、まあ、結構そのアシストがあるおかげでまだ余裕はあったかも、うん、でも全然なんか最初の方は慣れんけん、うん、あの何もうビビって結局下がったりとかしよった、うん、やっぱゆっくりさしてしまうやん、なんか後ろ結構詰めるやんみんな、もうそんな知らんけどさ、そうそうそう本当そう。そえだけど後ろに、うん、初心者マーク貼っといた、うん、最初は貼る絶対。そうなんかもう本当申し訳ないけんさ、うん、ね後ろの人に。普通の道でも下がるやん、マニュアルってなんか。え下がるね。あれなんの？普通の道って言っても若干やっぱ下がったりとか、あとね地面がね、うん、ボコボコしとったりとかして、うん、ちょっとこう前がモコってなっとったら下がるかも。うん、あそうなん、そういうこと。うん、うん、坂っていうか転がる、うん。やっぱニュートラルにしとったらねめっちゃ転がるし。下り坂とか、あニュートラルで、うん、ニュートラルでもう超転がってっけん、だけどもう本当にあれやと思う、何坂とかね、うん、下がるし進むしみたいな感じで普通の車と違って、それが怖い、なんかこう、こんなんなる、いやマジでよマジでよ本当に怖いよね、うん、いや最初マジ怖いけど本当に慣れたら全然いけるし、うん、もう最悪坂道で吹かしゃい、まあね、バーンって行けば、うん、そう初めての教習でさホイールスピンしてんの、なんかものすごい音がしたよ、なんかいかつドリフトしようみたいな、臭かったやろ、タイヤ焦げてね。いやでもねわかる、 BRZ でも最初の方もうマジで怖いけん、もうブワーンってやりながら行くけん、もう周りからやばい車って思われてるやろなみたいな、クラッチを思いっきり外しよったけん、ガーンバンガーンってなってからさ、そうそうそう行ってからさ、まだ開けたらバリ臭いとあるある、マジあるある。いやほんとね最初マジ怖いけど、うん、慣れやけんもうとにかく練習するしかないよ。だけん BRZ でいっぱい ね練習してもらって、あのうちらもともと妹の黒の BRZ ね、もう昔の方の BRZ で、うん、
2人で乗っとったよね、うん、妹のものを私も一緒に乗ったりとかして、まあちょこちょこそうやって2人でお出かけとかめっちゃしよったけん、で、あのそれを引き継いだ私が東京で BRZ ね、同じ BRZ 乗り寄って、うん、で今それがおらんくなって新しい BRZ でって感じやん、うん、だけんやっぱね乗らな、いやでも怖いなんか難しいって聞くと、いや難しいっていうか、いや多分それあやみの感覚かも、うん、難しいっていうのが、もしかしたら意外といけるか、他の人からしたら別に難しくないかも、なんか人によって感覚が違うけんさ、でも自分にとってはめっちゃ難しかった、ハンクラの位置がむずいってこと、うん、なんかね慣れるまでがね、うん、そこの位置感覚をなんていうと位置感、うん、距離感、これの位置は一緒かな、これ一緒、あでもあれバック、うん、がキュッてなんか上げて、上げながら一番奥、上げながら奥、こっちじゃなくて、うん、そっちじゃない、だってそっち6があるじゃん、あそうな、そう6速、そう6速やけんか、そうだけど、ね、6速マニュアルも乗ったことないじゃない、ない、5までやろ、5まで6、まあ6があるだけよ、この先に使う、めっちゃ使うよ、え、あの高速道路とかは基本6、ヤシもスピード乗っとったら6、でも一般道とかは結構6まで使わんかも、5とか、うん、そうせな、ほらなんかさ高いギアに入れすぎたらさ、グー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 ってなるときない、なんかブーブーブーンっていくときない、まだ3までしか入れたことない、あ、そうかだけどなんか、うん、なんていうと速度がそんなに出てないのに、うん、なんていうと回転数そんなに上がってないのに、うん、高いギアっていうと、うん、上の方のギアに入れたら、うん、なんかブーブーって言いながらこう進んでいくっちゃん、うん、だけど、うん、なんか多分6とかに入れると一般道で、うん、そしたら結構ブブブブとかなるけん、うん、意外と5とかで走ることが多いかも、だって一般道ってそんなスピード出さんやん、まあ確かに、うん、だけん言うて5ぐらいまでかな、高速道路で6使うかなって感じかな、めっちゃゆっくりしか走れんもん、怖くてもうゆっくり、でもゆっくりでいいよ、うん、安全やさじゃないみたいな感じ、うん、でも意外とスピード出した方が運転しやすいかもよ、そうかな、うん、だってゆっくりやったらなんかエンストしそうやん、ゆっくりすぎた、曲がる時とかさ減速して、うん、2速とかにこう入れたりする、うん、そのままもう3速入っとったら3速のままゆっくり曲がる、ね、減速してそれもそれでさ、なんかあんまりスピードが遅すぎたらガガガガってなるやん、うん、だけど、あまりにもこうでもさこうなんていうと曲がる時ってさ横断歩道とかあったら人がおったりとかいきなり飛び出してくる可能性もあるけんさ、うん、結局結構速度落とさないかんわけやん、うん、ってなると結局はギア下げた方がいいよね、うん、クラッチ踏んでニュートラル入れてさ、うん、でそしたらその惰性でいけるやん、うん、あブレーキはできるっちゃけん、うん、アクセルはできんよ、うん、ニュートラルでアクセル踏むとブーンっていうだけやけん、うん、前には進まんけん、うん、そうでもなんかそういう風に曲がるときになんかニュートラルが楽やけん、まあでもやりやすいのが分かってくる、そう分かってくると思う、ハンクラのまましよったらなんかエンストするのが怖くてなんか足が震えてくるか確かに確かに、いやそうエンストせんちゃん、ニュートラルにしとけば、うん、とりあえずだっていくらベタ踏みでさ、うん、ブレーキ踏んだってさ、うん、エンストせんやん、確かにニュートラル入れとけば別に別に離してもいいし、離してもいいし、うん、クラッチいらんし、うん、そうだけどなんか足震えんや、うん、でもやっぱ上手い人とかはギア落として行ってみたいな感じで、基本的にニュートラルには入れずに、うん、ずっとく何つながったまま、うん、っていう感じじゃない、ギアつながったままつないだまま行ってみたいな感じじゃないとか、みんな上手い人はね、ニレイくんとかは、ニレイとか、うん、でもやっぱ減速するときはブンブンブンって下げてから、いやでもニュートラルにしたら楽よって教えてくれるのはニレイと、あそうな、そう、だけどそっから、うん、あマジやんみたいな、うん、確かにみたいな、だけど信号で止まるときも、うん、まあ究極さ6速入れてました、スピードめっちゃ乗ってます、あ信号、うん、あれ何黄色になりました減速せな、うん、ってなったらもうポッてニュートラルに入れるやんとりあえず、うん、でブレーキ操作だけでいい、確かに確かに、あとはそしたらもうオートマ車と一緒やもん、うん、確かにそれ楽やん、そう、うん、オートマ車と一緒、だけどそれを聞いて、うん、あ確かにって思って足の震えがね、足の震えが軽減されたと、それでもう本当に足めっちゃ震えるけん、ね、もう本当やばかったよ、一時期ブル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 みたいな、軽減、他の車がおったらもうわかる、後ろに車がおるだけで、うん、もうブルブル震え出して、うん、なんかもう坂道とか来たら、うん、もう足が震え出すと、いややばいよ、もう坂道が前に現れた、絶対なる、で坂の途中で止まるとかなった瞬間もう、うん、ブル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 絶対なる、それやばい、足やばい、そうっていう感じやけんね、うん、まあ、練習やね、とにかく練習ですね、うん、ということでおめでとうございますはい、でね、マニュアル車にいろいろ乗ってこれからもうちょっとはっちゃんといろいろと動画を撮っていこうかなと思いますので、はっちゃんの初心者オートマ運転ドライブみたいなね
動画を足の震えとかもちょっとこう注目しながらそんな感じで動画撮っていこうと思いますので、まあ初心者の、まあ私もまだねまだまだ初心者なので、私とあとはっちゃんにアドバイスあれば先輩の皆さんお願いします。なんか教えてくださいコツが、足が震えないコツなどあればはい、よろしくお願いします左足だけバリ痩せるやん痩せそう、めっちゃ筋肉つくかもしれないとかっていう可能性もあるけんね、うん、そうならんようにちょっとぜひ皆さんアドバイスをよろしくお願いしますはい、お願いします。そんな感じで、はい、これからも動画ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。今回もご視聴ありがとうございました、はい、バイバイ、さようなら。